やひこー、やひこー。あ、どうした？今暇？暇ってわけじゃねえけど。なんだ？私、昼から出稽古があるの。だから今のうちにちゃちゃっと済ませとかない？予告。あー、そういうことか。別にいいぜ。なら、さっさとやっちゃおう。びっくりしたわ。まさか月岡津南先生が佐之助の幼馴染だったなんて。意外だったよな。だけどあの先生もただの絵描きってわけじゃないみたいだぜ。ちょっと、もう面倒ごとはごめんよ。そんなわけで次回のルローニケンシン明治剣客ロマン団は第19話津南と錦絵をお送りします。面白すぎておへそがちゃおわかすぜ。はい、カット。何今の？あ、言うだろ普通に。言うかしら。まあいいわ、予告だし。お前な、最後の一言って面倒なんだぞ。そっちはタイトル言ってるだけだから楽だけどよ。はあ？私が手を抜いてるって言うの？予告ってそもそもこういうものでしょ？んなこと言ってねえよ。だからこっちにも文句言うなってことだよ。あらあら、喧嘩？仲間あれはみっともないわよ。めぐみさん！カオル殿、ヤヒコ。剣心！茶番は見せてもらったわ。やっぱり普通に予告なんて毒にも薬にもならないってことね。私今ちょっとうまいこと言ったかしら。はあ、私たちがどんな予告してようとめぐみさんには関係ないでしょ。私になくてもケンさんにあるの。さあケンさん、思いの丈をズビシと言ってあげなさい。が、カオル殿、今カオル殿が配信している予告は王道でわかりやすく素晴らしいものでござるよ。剣心、そうでしょ？しかしそれだけでは物足りないというか、時々何か珍味のような意外性もあっていいのではないかと。何？じゃあ剣心は私の偽物が散々食い散らかしたあのトンチキ予告の方がいいっていうの？そういうわけでは、ただ試してみる価値はあるかと。が、カオル殿？いいわ、わかったわ。そこまで言うなら勝負よ。私たちのストロングスタイル予告とそっちの電流地雷爆破デスマッチ予告とどっちが必要とされてるか勝負しましょう。カオル殿！計画通り。ていうかよ、お前らマジで長すぎるんだよ。